はい、どうもリハビリサッキーです。今日も動画配信の方を始めさせていただきますのでよろしくお願いします。今回の動画はちょっといつもすみません思考を変えさせていただきたいと思います。この動画は、毎週土曜日に、配信をしているんですが、今回に関してはちょっとその例外とさせてください。理由としてはやはり 3.11 東日本大震災から丸10年を迎えるということにあたって、今回の動画は作成をさせていただきました。この動画 YouTube チャンネルリハビリエタッキーではですね、こうリハビリ専門職私たちの作業療法士の視点からその読み解いた情報をですね見ることによってこう暮らしや健康人生に役立つ知識を得る、また運動しながら通勤通学しながら、あとはこう普段暮らしながら聞くことでその学ぶ機会とするということを目指して活用していただくことを目指して発信をしているチャンネルになっているんですが、じゃあなんでこういう取り組みを始めることになったのかと、それは実は東日本大震災とちょっと関係がありまして、こういった形で一区切りとしてですね発信をさせていただきたいなと思っておりましたので、今回はその動画となります。よろしかったら最後までご視聴していただけると幸いです。あとこの今回の趣旨に賛同していただけましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でまず今回の震災から丸10年になるんですが、改めてになるんですが、その震災で亡くなられた方、それからその関係者の皆様に心から哀悼の意を表したいと思います。はい、で私自身がその当時からですね、リハビリ専門職作業療法士ということで医療機関で働いてはいたんですが、その最中にこう震災がやはり発生しました。でその後ですね、過度なストレス、PTSD なんていうふうにも言ったりするんですが、そういってこう生活環境を変えざるを得ないというさまざまな方がいて、そういうことでやはり持病ですとかこう全身の体の状態がこう悪化してしまったということを私はたくさん見させていただきました。もちろんお手伝いもさせていただいてはいるんですが、やはり10年になるんですが、いまだにこの時のこう症状に悩んでる方って大変多いのと、それからその後も例えば地震があったり、こう豪雨災害があったり、台風があったり、自然災害があって、やはり同様な傾向というのが見られています。でこういったことがあったので、より社会に貢献をしたいなというふうに考えてまして、予防医療としてのリハビリテーションというところと、作業療法というのこの普及や啓発をこう目指した健康講座というのを私自身いろんな場所で開催をさせていただきました。でそこで幸いにしてこう借金という形でいただくことができましたので、そのお金の一部をですね、義援金として寄付をするという活動を始めさせていただきました。でそういった活動をしている中で昨年からなんですが、やはり新型コロナウイルス感染症によるいわゆるコロナ禍というものがありまして、これがこうまあ言ってみればこう悪い悪循環に拍車をかける状態というふうになってしまっています。残念なことなんですけども、こういったことでこう一つの出来事を契機にですね、こう病気や症状が悪化してしまうケースというのはやはり今後も増加するんじゃないかなというのが予想としてあります。でなのでこれまでこう健康講座を行わせていただいた内容をですね、アップデートしてより生活と人生に役立つものとして皆さんにご提供させていただきたいなというふうなことを考えまして、この動画リハビリやタッキーの方を、始めさせていただいたという経緯があります。でその中で、いろんなテーマでお話をさせていただきました。よろしかったら動画の再生リストの方にもあるんですが、感染呼吸トラブル編、それから腰痛編、肩こり編、ストレスケア編、それからこういったものを作る上でのこう参考文献、書籍寄せ、書籍紹介編ということでいろいろ紹介させていただいています。テーマを4つ実は決めたのは、国民生活基礎調査という厚労省から出ている資料があるんです。この中で日本人が悩んでいるものトップ5をよく紹介させていただいているんですが、その中でこの4つが実は網羅されている大抵の部分が把握できるというところがありますので、そういったことも含めて紹介をさせていただいておりました。でこういった形でいろいろ動画紹介をさせていただく、いろんな健康講座を行わせていただく中で、その共通しているテーマ、健康を目指すということでは何が重要かというのを3つ私絞ってこちらに挙げさせていただいたので、今日はこちらをですね、皆さん人生に役立つ知識として、紹介させていただきたいなというふうに考えております。1つ目は健康や自ら取り組む、こういうことが大事です。今コロナ禍のことがあるので、
正しく恐れるということがすごく謳われてはいますが、このためにやはり受け身的にこう情報を受け取るだけではなくて、正確である客観的なデータというのをきちんとした医学的な根拠に基づく情報、これをやはり積極的に調べて理解をするということが大切になってきます。専門家の方にもちろん聞くというのも一つ方法としてはあることは思うんですが、その人の全部のことをこう鵜呑みにするんじゃなくて、この部分は信用できる、あるいはこの部分はちょっと怪しいなというふうに、やはり判断を一つ一つこう下選択をしていくということが大事になってくるかと思います。自分が気に入ることを言ってるからといって、その人の発言全てを正しいと盲信するのは大変危険なことです。私もこういった形で動画配信をさせていただいてはいるんですが、ある意味これ私についても同じです。全てが全てではなくて、やはり下選択をしていただいた上で聞いていただくというのはやはり大事かと思います。でその上で何が大事か、自ら前向きに乗り越えようとする力、これが健康にはすごく大事になってくるきます。病気や障害というのはそれ自体を避けるということは実際難しいという面があります。ただこれに屈して諦めてしまうか、これを学びと成長の機会と捉えて立ち上がるか、これは自らの意思で決めるということができますので、これが自己肯定感、あるいは自分らしいありのままの生き方というところにつながってきますので、ぜひ健康には自ら取り組んでいただきたいなというふうに思います。2つ目は前もって備えるということ、これが大事になってきます。病気やこう持病が悪化をして皆さんこう医療機関を受診するということがもちろんあるかと思うんですが、病気のやはり症状や状態によっては完治しない、あるいは後遺症が残ってしまうというケースが往々にしてあります。なので放っておいたら勝手に治るなんていうふうにこう自己判断をするのではなくて、前もって備えたりすることですとか、不具合が生じる前の積極的な予防というのが大切になってきます。でこの際に勘違いしていただきたくないのが、予防したから必ず病気にならないということはありません。予防してもやはり病気になるということがあるんですが、前もって取り組むことでその病気になった人の悪影響を最小限に抑えるということができます。もちろん病気にかかるリスクを減らすという効果もありますので、ぜひそういう観点からも前もって備えるということを進めていただきたいなというふうに思います。3つ目は幅広く考えるということが大事になってきます。やはり医療において健康というと命を救うこととか怪我や体を治すことというふうにどうしてもとらわれがちなんですが、特にリハビリテーションはこういったことに加えて心の在り方ですとか生活とか環境とか経済活動とか人生まで含めて総合医療であるという考え方に基づいているお手伝いをさせていただいています。なので、例えば特定の治療法をこれずっと進めるとか、じゃあ何を選択しますかという二択ですが、切り捨てを迫るものではありません。皆様からやはり普段の暮らしでこういうことをしてみたいという意向があるかと思います。希望があるかと思いますので、そういったものをすごく大切にして目標に向かって前向きに取り組む、こう包括的な支援を行っていただきたいというふうに考えています。そのためには一つの考え方だけではなくて幅広く考える、これが健康につながることです。なのでそういった形の支援をさせていただきたいというふうに考えています。でまとめると、私よくお話しさせていただきたい、この健康的な生活は人生における何よりも財産であるということ、ここに集約できるかなと思います。コロナ禍の影響によってやはり生活が困難な方というのはまだまだいらっしゃるかと思います。この動画を見ている方もきっと多いかと思います。でそのお手伝いですね、私自身も含めてリハビリの方でお手伝いさせていただくことで、健康にお悩みの方が一人でも少なくなればいいなということを切に願っております。今後もですね、この動画を発信をすることで収益化によるこう義援金支援を目指して、進めていきたいというふうに考えておりますので、こういった形でどんどんさまざまな情報をアップデートして発信をさせていただきます。参考にしていただければ、そして視聴とチャンネル登録で皆さんからお力添えをいただけると大変ありがたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、では今回の動画はここまでとさせていただきます。最後までご清聴していただきましてありがとうございました。